だ。早く早く。オンですよ、ドドリアさん。ザーボンさんも行きなさい。はい。これが歴史の改変というやつか。ドドリアだけでなくザーボンまで追ってきては、あの二人が逃げ切るのは難しいじゃろうな。お前さんが助けてやるしかないな。張り切って行ってこい。逃げられると思ったか。なんだ、俺たちを助けてくれるのか。ドドリア、残りのガキでも追え。ここは私一人で十分だ。目的はこやつを倒すことではないぞ。クリリンとご飯をこの場から逃がすことじゃ。ある程度ダメージを与えれば、クリリンの隙をついて逃げることができるであろう。ご飯の方が高く、あいつの方はこの場から離れるんだぞ。あいつだ。何者なのか、貴様は。最悪だ。最悪になった。よし、今じゃ。お前ってやつはどこまで強くなるんだ。孫悟飯はドドリアから逃げ切れたようじゃな。結果的に本来の歴史通りになったの。お前さんはそろそろ帰ってきて。タイムパトロール。このフラッグの邪魔をする者はすぐあるのだ。何者なんじゃこいつは。悪の舐め命拾いしたな。
このままでは歴史が変わってしまう。わてに立ち果たすのじゃ。俺を見くびるなよ。人間がこんなところまで来るわけなだろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことはどうでもいい。訓練の成果が出てきたな。この調子でどんどん行こうぜ。フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。何だったんだ、さっきのやつは。ご苦労じゃったな。歴史は無事元の流れに戻ったぞ。こっちでも調べてみたが、歴史を荒らしとる奴らは、ターレスはサイヤ人の生き残りの一人、宇宙を暴れ回るならず者クラッシャー軍団のボスじゃ。スラックも数々の星を支配下に収めていた魔族の軍団の親玉じゃな。二人とも他の歴史で悟空君に倒されているわ。トランクスたちが二人を追っているが、まだ足取りはつかめておらんようじゃ。何か対策を考えなければの。そうね、その通りね。でも私用事があるからこの辺で失礼するわね。こりゃわしの話を聞いとっ。何よもう、私だって忙しいのよ。時々がそろそろ卵を産みそうなのよ。だからあの子のお世話をしないといけないの。ほう、そうじゃったのか。それはめでたいの。時々は時間の流れを司る神聖な鳥、卵の中には新しい宇宙の時間が詰まっとるんじゃ。簡単に言っちゃうと、時々の卵には時間を生み出すエネルギーがあるの。あの子を守り育てて健康な卵を産ませることは、時の海王神のお仕事の一つなのよ。ほほほ、生きとる間に新たな歴史の始まりを見ることができるとはの。そういうことで私は。あ、じゃからあやつらの対抗策を。そんなの、また邪魔してきたらぶっ倒すしかないでしょ。いや、まあそうかもしれんが、やれやれ、今後も力押しになりそうじゃの。お前さんも大変じゃな。ま、頑張れよ。